ですね、ステッカーの郵送作業というか、ステッカーの梱包作業をやってます。はい、わだつー。あやいらっしゃい。まいちゃんいらっしゃい。かいほいらっしゃい。ステッカー作ることになった。結構お金かかるよ。大丈夫？デザインとかどうすんの？デザイン。やってくれる人がいんの？デザインやってくれる人がいるんなら楽だけどね。デザイナーさん見つけないと大変よ。とお金相当かかるからね。いくらで販売するのステッカー？はい、今度はわざついらっしゃい。ステッカーいくらで売るの？全部アメリカ人。へえ。アメリカ人グッズ作れるからね。100万目指すってところが和道すげえよな。今月ね。今月月収100万ね。でもそんな遠くない目標だけどね。そんなに遠くない。1000円高い、高えよ、1000円。これどこにいんだよ、ステッカー1000円で販売してるやつ。みんな500円とかだよ。高い人で700円とかだよ。1000円でステッカー売るなんてお前詐欺だよ。やめとけ。ダメダメ。1000円なんてクレーム来るよ。みんな500円とかで売ってんだよ。開放。1000円で販売してるやつなんかいない。配信者で街で見たことある1000円するステッカー。やめとけやめとけ。そうだよ、みんな500円とかだよ。1000円でステッカー売ったらクレーム来るよ。シールの原価なんかたかが知れてんだから。ダメだよそんなのねえ。絶対ダメだよね、1000円でステッカーなんか。ぼったくりって言われちゃうよ。うん、やめといた方がいいよ。500円ぐらいで売るのが普通。ヒカルくんは700円だったかな。1000円は高いよね。うん。1000円は高すぎ。はい、わかめさんはどつ？ポルポロさんはどっつ？楽しんでってちょうだい。ね、水浴びじゃなかったんだよね。これようやく分かったんだけど、俺が裏側で寝てる時は水浴びないの。要は俺のそばに近くでもいたいからお風呂に入ってんの。これのんちゃんがね、昨日ね発見した。あれって、和道さんがベッドで寝てる時釈迦お風呂入ってないよって、釈迦は和道さんのそばにいたいんだよって言ってた。俺のそばにいたいだけだった。かわいいやつだねえ。なるほどだよね。もんちゃんが昨日ね法則性を発見したんだよ。大好きなんだね。嬉しいね。だからのんちゃんの家に預かったら水浴びもしないし、なんか元気がないって言って泣かないっつって、のんちゃんが泣いちゃって、釈迦が元気がないっつって大変だっつって、のんちゃん困っちゃった。どうしよう和道さんって、釈迦がおかしいよっつってのんちゃん泣いちゃって、和道さんごめんなさいって、のんちゃん悪い子だったっつって、いい子だよって、ありがとうって。のんちゃん釈迦預かることもできなかったっつって、あ、赤新従業員さんいらっしゃい。ほんとね、ステッカー、これで売ってた、あ、これで売ってたんですよ、今まで。まっさらな状態。でもこれってさ、くしゃってくにゃってなっちゃうのね。だからこのクリアファイルを買ってきて、この中に入れるっていう作業ですね。少しでも綺麗な状態でリスナーさんのところに届けたいんで。グッズの梱包です。ピッキングと。ピッキングじゃねえか。そう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 。ステッカー今2種類あるんだけど、全部ワッペンステッカーなんですよ。ちょっと重たいから曲がっちゃうのね。でもさ、これでさ、もらっても嫌じゃん、なんか。だったら少しでも商品に近づけようと思って。高いからさ、俺のステッカーこういう感じで郵送したらね、まっすぐになって綺麗だしね、もらった方も気分がいいでしょ。今それを一つ一つまとめて、こうくしゃくしゃにならないように、こういう風にクリアケースの中に入れてた。そうね、やっぱりそのね、支援ね、1000円で1枚って高いからさ、リスナーさん記念に保存してくれる人もいるから、そこは気使っていかないとなと思って。まあ自分のね、商品だから原価どれくらいかけるとかさね、どれくらい手間かけるっていうことはいくらでもできるから、今日歌わないよスヌープさん。今日は雑談。気遣い、やっぱりね、1000円ってさ、普通の人って1時間働いているお金じゃん。その1時間分の労働のさ、1時間汗かくぐらいの価値のある商品を作っていかないといけないよね。このステッカー見ると元気が出るぐらいの、和道も頑張ってるから俺も頑張ろうみたいな。地味な作業ですね。サイコパスっぽい。そう。なんかよく言われるんだよね、サイコパスっぽいって。俺、サイコパスがよくわかんないけど、多分俺、サイコパスではないと思うよ。なんか、めちゃめちゃ気使いって言われるけど、気を使いすぎるっていうぐらい気使いだけど、気配りできる方だと思うけどね、実際会った人から、すると優しいとか気配りできるって言われるけど、サイコパスっぽく見えるの。他人の痛みは分からないわけじゃないよ。俺がタフすぎて多分冷たく感じるんだと思う。俺が投げかける言葉とかが、心が強すぎるんだよ。普通の人の感覚と麻痺してる。ググった修羅場が違うんだ。だと思うよ。自己分析だ。自分でサイコパスだなとは思わない。でも最近さ、サイン求められることが多くなって、サインってどう書けばいいのかな？てるちゃんぴんとかみんなサイン持ってんだよね。サインの書き方がわかんないんだよ。崩して書くんでしょ？ありますね。ベンチャーで50人ぐらいの会社だったんですけど、社長と胸ぐらつかんでぶん殴り合いになりましたね、新入社員の時に。それはもう部長にすっげえ怒られた。社長に胸ぐらつかまれて「おめえなめてんのか」っつって「なめてんのてめえだ」っつって殴り合いになっちゃって「お前それ絶対ダメだよ」っつって、すげえ怒られた。もうしょっちゅうありますよ、そんなの。ガチャガチャに喧嘩するのも若い頃ね。そういうのあるね。まあ何かしらの形で。若気の至りっていうか、まあお世話になった人なんで、自分が成功したらなんかお役に立ちたいですね。なんか PR キャラクターとかタイアップとか安くやってあげて、こいつもともとうちの社員だったんだよって自慢できるぐらいになりたいですね。そう、お世話になった人にはね、タイアップ料半額とかでやってあげたい。28かな、27だか8だったと思う。当時28だったかな。すげえできる社長なんだよね。非常に熱い人だったね、その人は。俺に営業の基礎を叩き込んでくれた人だね。死んだ猫を売れて初めて一人前の営業マンだっつって、価値のないものを売るから営業っていう仕事が必要なんだって、価値のあるものは勝手に売れるって、お前は死んだ猫を売れるようになれって言われた。売れるやつは何でも売れるぞって。おいマルキーニャスはどつい。1日でやめたのあるよ、全然ある。だからセブンイレブンの弁当の工場とか、あとなんだろう、1日でやめたのあとなんかあったかな、店長が脇がだったからとかいう理由でバックれたこともあるしね、臭いんで休憩中に普通に荷物まとめて普通に帰るっていう。無理だわって、こんな脇がの職場では無理だわっつって普通に帰ってきたね。鬼伝フルスカートだから、ね、それはまあ社会不適合者だわな。全然ありますよ。3日で辞めるとかザラだったもん。向いてねえわっつって俺ここ向いてないわーっつって、配信で有名になるやつなんかさ、もうバイトなんかで雇いたくないでしょみんな。そういう人間性なんだって。俺ら社会不適合者なんだよ、うん、ダメなんだよ根本的に。仕事ができない病人だから。逆に惜しかったのは漫画喫茶のバイトと、あとガソリンスタンドの深夜のバイトは、うん、楽だったね。客は来るけどセルフだから、客が勝手にねガソリン入れるの許可ボタンを押すだけで。あとずっとネットやってたかなあ、友達と喋ってたね。うん、内職始めたの、内職始めたモカモカさん。ステッカーをこう曲がらないように、なんかこの布製のステッカーだから沈んじゃうんだよ、こうケースに入れてても。これ良くないなと思ってて。全然違うでしょ、こっちがケースに入ってんだけど。ソフトケースに入れるようにした。ちょっと原価高くなるけど、まあリスナーさんにねいいものを届けたいから頑張ってる。そうだね、配信で出会ったのも良かったし、配信で運よく稼げるようになったのは本当に人生で今一番楽しいかもな。いろんな人に出会えるし。俺結構ステッカー作ったの後発組だよ、セフィ。性格出るでしょ、うん、バカありがとう。もかもかさんいつもありがとう。バカありがとう。配信しなかったらどうなってた？俺はね、何かしらで成功してたと思うよ。正直言うと。3年かければ。3年以内に叶わなかった夢ないんだよね。ライブハウスもうまくいったし、バーもうまくいったし。何でも、まあ自分のやりたいことだったら何でも器用に100万ぐらい稼げる自信はある。だから1億稼いだことはないから、人生で。それ配信でトライしたいっていうのあるね。今まで出会ったものの中で一番好きだから、配信で成果出したいですね。まあたられば意味ないよね。この時こうだったらどうなってたんだろうとか、あんまり意味がない。自分で選んだんだもん。後悔のないように生きてるよ。やりたいことだけやってきたから、ろくでなしですよ。今月収、先月60万、その前が70万ぐらいかな。先月配信での収入、あ、ちょっと待って、70万ぐらいか。70。月収って言ってもね、結構交通費かかったりとか、いろんなもんがかかるから、コストは結構かかってるけど。そう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 、他人に言われたことを鵜呑みにしたら、他人のせいにするっていうかさ、それが嫌だったんだよね。自分で決めたことを自己責任でやらないと成長なんかしないよね。早く億稼げるようになりてえな。ふわっちで70、ふわっちでは50かな。ふわっちで55万ぐらいで、YouTube とステッカーと T シャツと、あと個人支援とかいろいろ合わせて。あ、まあね。ふわっちでは55万だった、先月。ふわっちで100万稼ぎてえよな。初めて挑戦することは誰でも不安や恐怖あるよね。でもやった人は何かしら。まあね、俺はなんか失敗は失敗だと思ってなくて、ただの経験だと思ってて、失敗した時に諦めるやつはなんか失敗、諦めることが失敗だと思ってんの。もうやらないっていうか、さじ投げるっていうか、何の経験にもならないじゃん。諦めなければ全部経験だから、諦めない癖はつけないとね、いつか勝つんだよ。勝つまでやればいいんだから。ただその代わり人と争わないブルーオーシャンみたいなのは見つけないといけないけどね。そう、自分の分野っていうか、自分が一番になれる場所を作れば、それは勝ちかなとか思って。のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん、寝てる？のんちゃん手伝ってくんね。これ梱包手伝って、来てこっち。手伝ってもらおう。これ終わったら出かけるから、うん、まあ、何事もね、未経験のことにトライするのは勇気あるよな。勇気いるよな。怖いよね、誰でも。ご飯食べたの、のんちゃん。え？昨日？何食べたの？唐揚げ弁当いいね。お金と人は追うと逃げるって自己啓発の本に書いてありました。そう思いますか？いや、追っかけないと絶対手に入らないと思ってるかな自己啓発本ってさ、俺だいぶマニアで相当本読んできたんだけど、自己啓発系の本、ほとんどが体験本だったりするのよ。参考にならない自己啓発って、俺はこれで成功したっていうで、それってダメなんだよね。なんていうのかな、その人の生き方だから成立したっていうのが多すぎるんだよ。だから体系化されてる自己啓発本じゃないと意味がないっていうのに後半気づいたかな。だってさ、抽象的すぎるじゃん、お金を追いかけるとか人を追いかけるってからもっと具体的に体系化されてる本の方が俺は参考になった気がする。だってさ、いろんな本なんだよ。人を追うと成功する、人を追わないと成功するとか、いくらでも言えんのよ。だからそういうのは俺は買わないようにした。これいくら読んでも意味がねえやと思って、自己啓発本マニアだからね。でも自分なりのその成功法則みたいなのがだんだんできてきたよ。こうやってやると自分には合ってるっていう、これがあ、この教えは本当だったとかさ。俺はそのお金と人は、自分の中の座右の銘は、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけにやる。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。ありがとう。俺は毎日唱えてるからね、本当に。どれくらい唱えてる？4年4年6年ぐらい唱えてるね、やっぱりね。1日1回必ず唱える。で、言霊ってあってさ、言葉って思考を司るから、思考と言葉ってすごい大事にしてて、で、口出さないと実は叶わないのね。アファーメーションって呼んだけど、他人に、人に言うって書いて信じるって書くでしょ。だからね、その言葉の力っていうのをうまく使えるようにならないと、その夢を具現化する能力っていうのは手に入らないっていうのは体験的に分かるようになってきたね。なるほどなるほどみたいな。夢は人に言わないといけないんだっていう。あ、入らなくなっちゃったよ。マジか。そうだよね、厚みが出てんだもんな。参ったね。でも綺麗に収まるようになったかな。あ、参った参った。もう一回ケース買いに行かないと。風船プレゼントありがとう、犬ママ。ありがとう。思考がその人間の人生を左右する。あ、書くのと言葉にするのは当たり前ですね。メモマですよ、僕は。で、なんで書いた方がいいかっていう理屈は教えてあげようか。なんで物を書かないといけないのか。例えばじゃあ、ポポさん、みんなに質問しようか。昨日食べたもの書いてください。昨日の夕飯に食べたものを皆さん書いてください。昨日の夕飯。これ先輩に教わったことね。実際に。昨日の夕飯覚えてるか、ワードって。はい、覚えてます。昨日の夕飯書いて。唐揚げ弁当のんちゃんと一緒だ。みんな書いた？じゃあ今度いくよ。1週間前の昼ご飯に食べたもの書いてください。1週間前の昼ご飯に食べたものを書いてください。覚えてないでしょう、うん、覚えてないでしょう、みんなパッて答えられないでしょう、覚えてないでしょう、うん、忘れてもいいために書くんだよって教わった。人間っていうのはこれくらい記憶が曖昧なんだと。たかだか1週間前の昼飯も覚えることができないんだよ。つまり1週間前の昼飯覚えてないってことは1週間前何やったか覚えてないのよ。そんな人間が成功できるはずないだろうって、そんな人間が自己管理できてると言えないだろうって。だからその忘れてもいいためにメモを取る、自己管理ができるようになると自分が普段何を言ってるのか、何を食べてるのか、何時間放送をやって、何時間夢に向かって、何時間勉強をして、何時間人と会って何をしてきたかっていうのをメモに残ってるって、自己管理が徹底してできてるんだよ。そういう風に無意識でやってることを具現化できることっていうのは、まずは書くこと、顕在化させるのね。要は自分がどんな生き方してるかで、その手帳を見た時に俺これダメじゃんって気づけるんだって。俺この生き方してたらこの生き方してたらダメだっていう。例えば俺4月何日に何時間放送して、何人リスナーさんがどれくらい増えて、どんな内容の放送をしたって言われたら答えられるんだよ。そう、コミットメントは別ね。コミットメントっていうのは誓いって意味だから、コミットするっていうのは、そう、はいおかえり言った。そう、忘れてもいいために、忘れてもいいため、自分の思考っていう無意識を顕在化させて呼び起こすためっていう、そのためにメモを取るっていう、そういうことね。俺は1ヶ月前の4月の何月何日にどんな放送をやって、何時間放送をやって、どれくらい稼いで、全部わかりますよ。はい、ラバーカップいらっしゃい。風船5個ありがとう。のんちゃんいつ手伝ってくれんの？逆にそれさえ管理できるようになったら、成功なんて誰でもできるんだよ。うん、コミットメントとかアファーメーションっていうのは技法なのね。コミットメントっていうのは違う。今言ったのは無意識の顕在化。間違って用語を覚えちゃってる。それはコミットメントとは言わない。やってることを書いて顕在化して、要はトヨタ生産方式の見える化に近いことをやってるので、コミットメントっていうのは誓いを立てることで、それを宣言することをアファーメーションっていうの。まあここら辺はねテクニカルな技法だから、ちゃんと体系的に覚えないとダメね。それはコミットとは言わない。やってる日記をつけてるだけだから。回覧板はないですね、新宿は。どんな人でありたいとか。俺は教わったのは、毎朝1日3回か、できれば3回、できれば朝起きた時と夜寝る時が一番いいんだけど、大声で「私は何々な人間です」って現在肯定形で長文読んでたね。でも今はもう癖になってるから「いや俺は億万長者になるよ」とか自然と出るから「月収100万稼ぐよ」とか。だからもう癖になってるから、それが必要なくなった。毎日やってたよ。現在肯定形で現在進行形ね、肯定形ね。要は俺はこういう人間だっていう風に毎日唱えると、夢が叶うっていう。村八風船ありがとう。マドウさんは成功してるのになぜメソッドにこだわるんですか？ああ、いい質問ありがとう。どんな人間でも成功する人間も普通の凡人から始まるんだよ。で、その凡人の時にどう意識をするかっていうので、成功できる人間か失敗できる人間なのかっていうのが変わるのね。だからメソッドを持ってるっていうことは大事なのよ。人間なんて能力たかが知れてんだからさ。頭いいやつ悪いやつの差なんてほとんどあんまり関係ないんだよ。そうじゃなくて、その成功する仕組みっていうのを手に入れて、ちゃんと毎日実践してるかどうか。うん、ありがとう犬ママ、頑張ります。言葉に出すことはね、23ぐらいからかな。このままじゃ無理だって、たまたま運が良かっただけだっていうことに気がついて、23ぐらい。そこに座って、荷物どかして。で、で今からこれきれいに切っていくね、こうやって。そしたらここにクリアファイルあるでしょ。クリアファイル、これを入れていってほしい。で、ここに置いていってほしい。おー、どうもどうも、匿名さん、お花見ありがとう。お中元ありがとう。お久しぶり。誰だろう。匿名だからわかんないな。ありがとうございます。おお、どうもどうも。いらっしゃい。ありがとうございます。楽しんでいってください。お中元ありがとう。お腹はまだ空いてないの？うん。おやすみ、ポポさん。綺麗になったね。入れた方がいいよね。で、なんか欠損がないかどうかも軽くチェックして。好きな戦国武将、好きな戦国武将ね、ご先祖様に申し訳ないから、うん、島津でご先祖様に申し訳ないんで、島津でお願いします。はい。そこは島津でいきましょう。うん、文系だけどね。作業効率が上がったね。のんちゃんのおかげだ。眠い？はい。横の女子はね、のんちゃん。まあ手作業を喜んでくれるかな、どうだろう。俺は普通に商品がいいの届けば嬉しいっていうだけで。お、近藤さんいらっしゃい。マルキーニョスさん、こんばんは。ケースの中入れてみようか。成明ですね。成明の成明が先祖なんで、成明です。貧乏様。もうちょいか。もう少しやろう。こんばんは。風船参加ありがとう。バーガーありがとう、エリちゃん。ヒカルくんの、うん、どんな夢？なんかヒカルくんがね、うん、なんか雑巾の匂いがするっていう夢。ヒカルくん雑巾の匂いするの？うん。なんかね、もらいに行ったらね、みんながね、ヒカルくんが雑巾の匂いがするから逃げろって言ってね、雑巾の匂いがすごい夢だね。幕末はすごいですよね。ああ、そうかもしれないね。洗ってないからね。ヒカルくんが悪くないよね、絶対ね。俺の布団が雑巾の匂いがするからね。絶対そうだね。もうちょっと入るかな。それだ。洗おうね。これでいいや。今日はここまでにしよう。ありがとう。にやってセイスケ、ズキンスケ、ベジスケ、フロイテイスよ、ベセ、石け買ってください。いいっす。ベセ、いいっす。バカありがとう。じゃあちょっと俺は最後のアイテムタイムになるかな。よし、皆さん最後、までありがとうございました。もしよかったらお気持ちアイテムください。僕はちょっと出かけますね。うん。帰ってきたら放送するんでよろしく。カッパどうよ。いつか捕まるから。いや、あれでしょ？関信吾さんもう捕まってるよ。うん。じゃあ皆さんありがとうございました。和道の放送今後ともよろしくお願いします。お疲れっす。まいちゃん、風船10個プレゼントありがとう。いつもありがとね。あやお疲れ。風船、ハート5個ありがとう。最近アイテム、名前わかんなくなってきたね。お疲れ様、マルキーニャス。ブロック入れるよ、サクッとら。うん。はい、ラバーカップお疲れ。もこもこさんバーガーありがとう。それでは皆さんありがとうございました。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。